鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。いただきました。ありがとうございます。初見さんいらっしゃい。ガチャがこの後出てくるよ。待っててね。ワクツワクツいっぱいいただきました。というわけで、先週もこの番組で任天堂 3DS 用ソフトのカルドセプトリボルトを紹介しまして、デンジンゲッチャの対戦会開催されることが発表になりましたけれども、皆さん遊んでますか？お、あーやのーなーにーって返しながら、登られね、あの一昨年登られましたけれども登山の話は後でした。久々にやりたくなってきた、やりたくなってきたから一緒にやりましょうね。ぜひね、対戦会ありますんで、対戦会がいつかってことはまだ私もよく分かってないんですけれども、よろしくお願いしますよ。というわけで、和骨アットマーク16連射さんいらっしゃい、よろしくお願いします。小手半ありがとうございます。え、今日買ったわ。結構売り切れてるのね。あ、そうなんですか。それは知らなかった。私の山に登りたい。ここどこ？ここはね、誰かんちの写真らしい。 生主ですよ。あ、対戦は8月11日にあるそうなのでね、ぜひ、私も初心者なので皆さんも一緒にね、こう成長していっていただければなと思うんですけれども、先週二郎さんからソフト渡されましたので、今週あのどんな感じになってるかってことをじゃ報告していきたいと思いますので、じゃちょろっとゲーム画面の方出していただければと思います。はい、ちゃんと先週はね、体験版最後のとこしかやらなかったんですけど、ちゃんと体験版を1からやり直しまして、で次のエピソードをやりまして、今ここにこれが一番下が解放になったところですね。まあ、びっくりしましたよ。あのね、チュートリアルで教えてくれてたお姉さんがね、なんですよ。びっくりしちゃって、いやー、序盤からそんな、あ、初見さんいらっしゃい、よろしく、あのお気に入り登録しといてくださいね。なんかあの序盤からそんないなくなっちゃ、いなくなっちゃって言っちゃった。あ、ネタバレごめん。でもまあいろいろあるんで、ぜひ皆さん遊んでほしいんですけれども、まあなんか全然あれですね、今日は二郎さん来ない感じなのかな。なんか体験版だから多少はね、あ、なんだろう、体験版、あ、コミ抜けないで抜けないで、やめてやめて、ネタバレごめんなさい。あ、大丈夫、すぐ分かることだし、ありがとうございます。すぐ、ほんと始めてすぐにね、なんかいろいろ教えてくれたアリシアのお姉さんがいなくなっちゃって、で一番最後、今の町の漂流者だっけ、ここちょっとナイトホークさんと戦ってる途中でちょっと負けてしまいそうになって一旦やめたところになってるんですけれども、クルーズから、クルーズなんて設定したいけど、クルーズからいらっしゃい、あの降りてってくださいね。この後もまだまだ続きますよ。というわけで、なんかこう困っちゃってるんですけれども、なんか今ね気づいた、紙が置いてあることに。なんだこれ、延長つ、延長したかな。え、なんだこれ、あやの絵、クエスト、闇に潜むものまでクリアしよう、次郎よりって置き手紙置き手紙いただきました。置き手紙、あ、来ないと思ったらそういうこと、なるほどね、予告状みたいだなって、そういう感じか。え、お手紙まあでも私がまだここまでしかプレイしてないので、あともう次のステージぐらいがこの闇に潜むものになるっぽいので、じゃあこっからガツガツとプレイしていきたいと思いますけれども、それはまた来週のお楽しみということで、皆さん私と一緒にカルドセットやって成長して、ぜひ一緒に対戦会チャレンジしてみましょう。
というわけでね、今週も、来週に向けて頑張っていきますので、じゃあそろそろ枠閉まっちゃうそうなので来週もよろしくお願いします。またねー、のしせんだい冒険。